江戸小話、雷未来。空、また光った。今度は大きくなるぞ。亭主はガタガタ震えながら押し入れへ逃げ込み、からかみを閉めて観音経を上げ始めた。だが女房の方は案外平気で、四つばかりになる女の子を膝に乗せて遊ばせていた。そのうちに雷もやみ、雲も晴れたので、女房はからかみを開けて亭主を呼んだ。あんた、もう出てきてもいいわよ。亭主は汗びっしょりになって、押し入れから出てきて、ああ、窮屈だった。たかが知れたことだと思いながら、どうも怖くてかなわない。すると小さい娘が小声で母親に聞いた。母ちゃん、父ちゃんは雷様にも借金があるのかい？